騒いでんですけど、なんか今日は多分しんみりになります。ごめんなさい。なんか僕今日は絶対楽しいとか最高になる、ぶち上げるって思ってたんですけど、でもまあそう、こういう時にあんま暗いこと言うなみたいな、誰が決めたか分かんないルートがあるんですけど、分かってるんですよ。本当は2階の後ろや1階の後ろの人たちがもっと僕も近くで触れ合いたいんです。本当にすごく寂しいなって思う。もちろん前の人も大事だし、みんなが大事だし、今日ここに来れない人たちもたくさんいるってことは分かってるけど、どうしても一緒にいれなかった人たちがいるって思うと、皆様がこうやって来てくださるおかげで、なんかそれをいま一度考えられるようになったので、すごく本当に今日は感謝しています。想像以上にいろんなことがあるけど、本当に皆さんのおかげで今日こうやって楽しい時間を過ごすことができました。あとなんか今回こうやって新人の人らしみんなと一緒にできて、みんなすごいいい人たち、いいやつらばっかだったんで、なんか僕にとっての命みたいな存在に、少しでもみんなのなんか新人の誰か一人でもいいなって、かっこいいなって思ったら、僕にとっての皆さんになるように、みんなのことをもう応援してあげてください。本当に皆さんが僕たちの助けになってます。いろいろ長く喋っちゃいましたけど、本当に感謝してます。今まで本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。